ちは。こんにちは。ゆたかさん、なんか心配事があると。心配事はいっぱいあるよ。いっぱいありますか。老後の心配とかね。老後の心配、まあ、そんなことはいいんだけどさ、はい、やっぱ阪神とソフトバンクはちょっと心配だな、はい、みんなの評価が高いだけにさ。そうなんです。交流戦に入る前、阪神はダントツリーグ走ってましたし、ソフトバンクも良かったので。最近さ、はい、阪神ファンになっちゃってさ。誰かですか。俺が。ちょっと待ってください。いやいや、ちょっとそもそもどこのファンだったんですか。巨人。ちょっと待ってください。横浜は OB じゃない。いやだけど、うん、阪神がものすごく気になるし、はいはい、新しいヒーローって必要だと思うんだよね、うん、やっぱこうコロナ禍の中みんな病んでる時に、はい、なんか昨年と違ったなんか日本シリーズも見たいし、はい、なんかこう新しいヒーローが生まれてくればいいなっていうふうに思ってて、はい、やっぱその中でやっぱ阪神っていうのは筆頭でね。そうですよね、うん、で貯金の数とかさ、いろいろ考えると心配ご無用だって思う人もいるかもわからないし、はい、ちょっとしたことで心配してんじゃねえよって怒られるかもわからないけど、はい、ここのところの阪神の戦い方を見てると、うん、岩佐田岩崎っていうのがやっぱちょっと疲れ気味だし、中継ぎのね、はい、うん、まあここら辺も心配だし、うん、内野にもポロ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 ちょっとエラーが見られるようになってきた、はい、その中で俺一番心配してるのがバントの失敗が増えてきてるんだって思うんだよね。肝心なところでバントのミスが多いわけ。それも若い選手が、うん、だからここら辺がこう流れを悪くしてるし、はい、勢いを少し止めつつある部分でもあると思うんだよ。例えばそういうのって若干疲れが出始めてるっていうのはあるんですか。あのね、ピッチャーに関しては疲れて打たれることもあるだろうけど、はい、バントに関しては技術とか精神的なもんだよね。だからここら辺がちゃんとした技術がない、はい、精神的に大事なところで遅れない、これは精神的な部分、うん、こうなってくるとやっぱチームは勢いを失ってくるんだよ、うん、だからそこら辺をきちっきちってできればさ、はい、あとは打つか打たないかだからさ、なんていうの、準備の途中で一つ準備をおろそかにすると気持ち悪いでしょ、はい、まあそうですね、ね、そう、よし行こうみたいなのにはなんないでしょ、はい、いい準備しても、うん、ちょっと待って、原稿1枚足りないよって言ったら不安でしょ、後で渡すって言われてもちょっと不安でしょ、はい、そのことばっか気になります。そうだろ、はい、だからバントってそういうことなんだよ。それが焦りとしてなんか、うん、でバントを送った、よしランナーサード、ワンアウトランナーサード、外野だなっていうのがネクストのバッターサークルで考えてるとするじゃん、はい、そうなってくると、え、送れなかったの、じゃあ返さなきゃいけないじゃんっていう、やっぱこう全部に影響を及ぼしてくるわけ、はい、そういう部分がこう垣間見えてきてる、うん、今まではバカバカ打って、うん、そういうことも帳消しにしてきてるけど、はい、これからが本当の戦いだから、はい、そういうものをしっかりやらないと苦しむだろうなって思うよね。そうですよね、うん、だから打線がなかなかうまくいかなくなった時にそういうちっちゃいミスがあるとさらに響いてくる。逆にそういうちっちゃいミスがなくなると、うん、逆に守り勝ったりとか、そうそうそうっていう、自分たちで自分たちを救うというか、うん、交流戦入る前にさ、はい、森藤も、いや阪神は今年は交流戦でもあれだけの戦力があったら大丈夫でしょと思ったでしょ、はい、だけどそれが今7位なんだよね、今こう動画を撮ってる段階でね、はい、段階では、うん、だからやっぱりそこら辺でちょっと勢いが出てこないというね。でもう1チーム、はい、やっぱソフトバンクがちょっと心配なの、はい、やっぱ8回9回、うん、このピッチャーがいないということだよね、はい、でも岩崎とか、うん、経験値の高い、うん、まあ、ボールに力あるピッチャーもいる、はい、まあ、坂東だとか、はい、津森だとか、うん、松本だとか、そういうピッチャーいるんだよ、はい、いるけどもやっぱまだそこら辺の若手っていうのは経験不足だな、うん、岩崎は別として、はい、でも岩崎は本当は中に入れたいわけよ、おそらくもう完璧になるわけ、はい、でモイネロとかさ、はい、森がいてくれたらいいけど、森は手術でやっぱ時間かかるでしょ。で、ね、モイネロ投手はもう、まあ、帰ってきますけれどもキューバ敗退したので、いつ帰ってくるんだよ。あの交流戦は終わってます。もう終わった後終わってるんだろう、はい、だから交流戦本当は得意にしてるソフトバンクが苦しんでるよね。そうですね。であのキューバ人が、そう、キューバ人がいないっていう、キューバ先生が、それもやっぱり大きい。まあ、それは絶対大きいよ。今
ソフトバンクが動画を撮ってる段階では11位という、ちょっと考えられないでしょ、はい、でもね今年ね俺 そのシーズンの予想はソフトバンク3位にしてる、はい、低いですね。やっぱね怪我人が出るっていうふうに思ってて、確かに出てますもんね。出てるでしょ、はい、勝ち続けてるチームがやっぱ超えなきゃいけないことっていうのは金属疲労だとか、はい、そういうことなんだ、怪我とか、うん、ね、それがやっぱり出てるということが、まあ、打線のつながりもあんまり良くないよね。周東一番に用意してたら周東があまり芳しくないから牧原を使う、うん、まあ、牧原打つけど2番がだじゃあ誰なんだ、うん、中村を2番に置くとやっぱ5、6番が薄くなる、うん、今宮を上げると体も長いシーズンやっぱり休ませなきゃいけないとか、はい、いろいろやっぱ金属疲労が来てて、はい、これは心配だな、ね、考えてもグラシアル、デスパイネいないのっていうのは大きい、ね、まあデスパイネはともかくとして、うん、グラシアルはでかいな。そうですね、うん、まあデスパイネも打ち出したらね、はい、怖いバッターだから、はい、それはいてくれた方が全然安心感あるんだけど、うん、だからここら辺がねやっぱ層が厚い厚いって言いながらもやっぱりまだまだそのレギュラーとの差は大きいから、はい、あの将来的にはね、うん、そのソフトバンクを背負っていくような、はい、素質豊かな選手はたくさんいるよ、はい、いるけどもまだそこまでレギュラーとの差は埋まってないからさ。そうですね、これは苦しいと思うよ。ちょっと交流戦ソフトバンク厳しそうですね。厳しそうでしょ、はい、ただ交流戦の順位を見るとそうかもわからないけど、はい、レギュラーシーズンの順位を見てるとそんなに開かないんだよね、はい、あれですか、今年はやっぱりセリーグが交流戦すごい頑張って頑張ってるから、だから開いていかないってことなんですよ。とそうだ、豊さん、はい、交流戦、まあ、今もう半ばですけれども中盤以降入ってきてますけど、うん、豊さんが当初予想していた交流戦の最終的な予想と、じゃあ今の段階での予想とどんな風になってるのか。お前楽しそうだろ。ちょっと見たいなと思いまして、いい豊さんがまず、はい、あの交流戦首位に上げてたのがロッテなんですよ、はい、ロッテ今現在5位、まあ、でも、まあ、いい位置にはいますよね。今取ってる段階は半分終わった時点だからな、はい、そうです、これまだ半分終わってる時点なので、はい、5位ですね、はい、で2位の阪神がまあやっぱ不調ということで7位なんですよ、はい、でオリックス、はい、これいいでしょ、豊さん3位に上げてたんですけど今4位です。いいだろ、オリックスやっぱいいですね。予想通りでしょ、はい、うん、これ狂ってないですよ、狂ってないでしょ。でここまで4位楽天に上げてたその楽天は5位なので、うん、いや楽天も上がってくるから、上がってきます、うん、上がってこられると困るのがソフトバンク。あ、ソフトバンク豊さんあれですよね、うん、あの5位にだってさ、お前何回やったうちの大半ソフトバンクが優勝してるの、それを下位にできないでしょ、なかなか。いや、下位に予想してる人誰もいないと思いますよ。いないよな、現状11位ですけど。これはね、ソフトバンクに罰金払ってもらう。なんでか知らない、なんでか知らないけどね、まあ、だからソフトバンクにはちょっと豊さん上がってきてくれてほしいってことですもんね、うん、そして、6位が今、巨人、はい、その巨人は、まあ、3位だよね、現在3位と、うん、でもね、これはね、ロッテ、楽天が上がってくるから、はい、この順位は下がるかもわかんない、巨人が下がっていくかもしれない、うん、あとはね、そのクローザー問題とかが、あ、そうだね、なかなかはまらなかったらそうなりますよね、うん、そして、豊さん、西武7位にしていたんですけれども、まあ、12位、これはね、試合消化できてないもん。あ、まあ、今段階そうですね。それとやっぱ怪我人が多すぎる、若林が怪我したっていうのはでかいよ。でも岸っていうのが出てきたからね、まあ、そうですね、もう本当あそこもね、いい選手が出てくるよ、怪我してもってことです、ね、岸知ってるか、知らないだろう、教えてやろうか。教えてくださいよ。教えてください。何でしょうか。明徳義塾で。あ、明徳なんですね。4回甲子園行ってるんだよ。で、甲子園の申し子って言われてるんだよ。あ、そういうなエリートの選手なんですね。で、エリートの選手。はい。それで、拓大に行ったんだよ。拓殖大学に。はい、ね、馬淵監督の息子が監督なんだよ。はい。放り込まれたかどうか知らないけど。それで肘壊して、トミジョンを受けて。はい。でも野球を諦めようとした時に、ね、四国アイランドリーグの徳島、はい、声かかったんだ、うんうん、でもう一回やってみろと、うん、でやっぱり俺は野球が好きなんだってやって8位かな、8位下位ですね、試合が、うん、試合がの8位だよ、はい、甲子園の申し子スターだったんだ、その選手がピッチャーだったんだけど、はい、バッターに転向して今1軍のグラウンドに立ってる、これ涙が出るよ。そう
ですね、うん、もう順位とかそういうことじゃないですね、これまあそうやってごまかしてんだけどね俺いや今ちょっといい話だったの、いい話だね、いい話だ、だから棋士にもね、あの神様見てるんですね、棋士にも、ね、うん、注目をしてくれということで、ね、そうですね、はい、さあそしてえあヤクルトは今8、あの7位で豊さん8位に予想していたので、うん、ほぼ変わらないんですが、で次ですよ、豊さんが9位に予想していた中日がなんとこの時点で1位です。これはね、うん、パリが舐めてる中日を。でもねピッチャーいいわ中日、ね、柳がいい柳がねカードの頭に行くと、はい、ロッテ打線が狂っちゃったからね、うん、でその3連戦ダメだったから中日ピッチャーいいですよね、ピッチャーがいい。それとね、どの上使ったら初ホームラン、はい、今季医療が初ホームラン、大島が第一号、はい、こんなことあるかお前なかなか交流戦でないですね。まあそれだけチームの状態とか乗ってんだろうな。あ、今もしかすると乗りに乗ってるのかもしれない。スクイーズやったらもうマスター飛びついて決めるとかすごかったですね。いやいや、だからなんか一つこうなんていうの、まとまってるっていう感じがするよね。そうですね、それで今本当勢いに乗ってきてる。でも打てねえぞ打てねえ中日ってなんかそういうイメージがあります。まあでもよく本当に頑張ってるピッチャー陣がね、守りきって今のこの1位を今支持してるっていう形ですよね。ただ豊さんは9位でしたね、うん、でも まだ分かんないからな今半分終わった時点だまあそうですよね、ここからガタガタガタってのもありますし、そうそう、いやだからといって落ちることを望んでるわけじゃないよ、うん、これ当たらない方が楽しいじゃん。ただロッテだけは俺当たってほしいんだ。ロッテがね、うん、今5位なんですよね、はい、そして広島は伊藤さん10位と予想していましたが、はい、今段階で9位、まあ、まあこれ苦しむよまだこれから。そうですね、うん、そして日本ハム、うんうん、これ伊藤さん11位で現状今10位、うん、よくやってるよな。よく頑張ってます。中田翔選手いないですもんね、まあ、いないしな、うん、そんな中で。そしてここです、豊さん12位と最下位と予想していた DeNA がなんとすいません2位ですよ。豊さんこれもう OB としてどういうことですか。すいませんでもね嬉しい。あ、なんか嬉しい。そこは分かります。あのね、うん、戦う姿が変わってきた。これ何が変わったんですか。やっぱりチーム全体の調子が上がってきたということもあるだろうな、はい、うん、それとピッチャーも頑張れるようになってきた、うん、やっぱ若手が中川とか、はい、坂本とか、うん、これがしっかりやっぱり投げれるようになってきたし、はい、今永が復帰した、うん、やっぱこう好材料しかないんだよね今のところ、うん、で牧が活躍またし始めたとかさ、はい、で大和が、シーズン打率2割1分ぐらいなのが、うん、得点圏打率だけは3割9分ある。お前どうしてんの、普通の時も真面目にやれよみたいなことを言いたいで、なんか桑原が落球したのを取り戻すためにバンバン飛びついて、はい、ね、キャッチしてる。キャッチした後もう怒っちゃってパンダだって、お前なんでお前ワンプレーして何お前怒ってボール叩きつけてんだよ。お前取ったからいいじゃん。取れなくて怒るんだったら分かるけどさ、取って怒るなんか初めて見たよお前すごいです。そのぐらいなんかなんかもう興奮してやってる、興奮してるというかね。いやだからすごく戦う姿勢が出てきてるという、はい、で三浦監督も若いピッチャーを本当に我慢してね、はい、もう変えた方がいいぞ大輔とか思いながら見てても、はい、我慢して乗り切って、うん、なんかすごく財産を作ってるという、経験という財産をね、はい、若手のピッチャーがだからすごくいいあの姿で野球やり始めたよ。だからこれはあの調子がいいんじゃなくて、はい、チームの力として俺は見てるけどね、うん、これからお前横浜舐めたら立てておかんぞみたいな、うん、見とけよみたいな、やり返し3回みたいな、うん、そんな感じですよ。そんな感じなんだ、やけになってきたんですけども、なんか俺も元気になってきて、もう横浜 DeNA どうなってんだみたいな、そうですね、思ってたけど、でもやっと変わってきたんだ。そうですね、うん、いやでも変わったといえば本当あの今までね、この交流戦でも圧倒的にパリーグが強いと言われてきた中で、今上位3チームは中日、DeNA、巨人とあのセリーグが締めてるので、そうだよ、今年はちょっとどうでしょうね交流戦。なんかね、うん、訳も分からなく嬉しいね。あ、だからセリーグ出身というか、かも。でも両リーグの最下位は俺が所属したチームなんだよ
DeNA 日本ハムって最下位やないか頑張れシーズン中そうですよね、そこでワンツーじゃないでしょ、そうそうそうっていうことですよね。交流戦もあくまで交流戦だから、そうですね、レギュラーシーズン俺が所属したチームが最下位で2チームともどういうこと、これは許さん、そうです ね、そこの順位をちょっとでも上げるように、そうそうそう、交流戦まだね残りありますから、そうそうそう、ちょっと頑張ってほしいですね。はい、はい。